はい、さあ続きいきます。やらかしました。撮影をミスりまして、40分ぐらい撮ったんですけど、画面が映ってないという声だけ、ごめんなさい。こんな感じ、これわけわからんこのうんこみたいなのができてますが、これ作りまして、攪拌容器みたいなの作りまして、レンガが作れるようになったんですけど、レンガの壁をまだ使えてない状態、はい、ぐらいです。そこまで変化はないです。ちなみにで、あとなんか未知の花を取ってきて、未知の花が干せることが分かったぐらいかな。はい、相変わらず食料には乏しいですが、まあなんとか生きてる。はい、これといった大きなことは起きてませんので、まあいいかということで、セーブポイントもちょっともうセーブしてしまったんで遡れなくてごめんなさい。まだ40分ぐらいです。ただクラフトしてただけなんで、そんなには動いてないです。なんか悪い症状みたいなのも昼に1回だけやられたぐらいかな。それ以外はほぼ何もないし、ひたすらクラフトをちょっと繰り返しているような状態なので、あまり面白くはないですね。見てる方からするとっていうことですよ。私プレイしてる方からするとめちゃくちゃこれ楽しくて、もうやりまくってしまう。暗い、招かれざるやつも今のところ来てないですから。丸太ね、オッケー。まずこれ作りたいよな。いろいろなものをちょっと作っていきたいので、どんどん木を切って、ただあんな近くにそもそもシェルター作りをする必要があるのかという疑問はありますが、なんかあそこにその土のやつをどうしてもやってみたくて置いてしまったんですよね、拠点のあれを。あそこでいいかと思ったけど、あそこじゃない方がいいかな。なんかあそこじゃないような、あんなとこにやらん方がいいような気もしてます。ちょっとメイン拠点はもうここはあれだけにしといて、草タイプだけにしといて、草ポケモンにしといて、ここで土壁やろうかなと思ったんやけど、どう思いますかね。そんなん分からんちゅうねんね。そんなこと言われてもですよね。いや、なんかこのレンガめっちゃできるんすよ。だからなんか使ってみたくて、ついついね。やっぱ丸太の方が楽やったりするよね。長い棒がまず手に入らない。これ丸太ですかね。オッケー、頑張れ頑張れ。快適さを上げればきっとその寝た時の快適度が上がるんやと思うんで、ひたすら労働ですよ。丸太どこやったっけ、暗いな。丸太土の壁やってみたいよな。腹減ったよな。カエルは欲して、アロワの何食べるか。あれ取りに行かなあかんのよ、魚の骨。ちょっとストックしときたいから、まあ、あるのはあるんですけど、あ、魚の骨を使って製作ってやったんですよ。じゃあ釣り針ができたんですよ。
でも釣り針はできたけど糸ないし、これどうやって使っていいかがちょっと不明現状。ちょっと荷物持ちすぎか。あと、あの火起こしを一回やりまして、実はあ、ちなみに木炭を収集するとキャンプファイヤーの灰が手に入ることが分かった。はい、キャンプファイヤーの灰はこれを作るために必要なので、何の話だったっけ、すいません、40分の間にあったことを説明しようとして、火起こしして、ね、煮沸をね、とにかくしようとしたんですけど、できへん。なんかもう煮沸のやり方がマジで分かんなくて、もうこれ煮沸に関してはもう調べないと無理かも分かんないですね。Hey Mia, are you asleep? No, not really. 普通にもう Mia と喋ってる状態なんですよ。Nothing. Just 謎です。もう普通に Mia と綺麗な夜だよ。Beautiful night.めっちゃ普通に喋ってる状態だから、マジで謎。たまに会話が出るんですけど、もうそれぞれ別の生活してますから。せめてハグしたいよ、会いたい。Me too, mi amor. Me too. この木邪魔やね。あ、レンコン、レンコンや。わあ、めっちゃすげえこれ。ただ食中毒になった。これめっちゃすげえな。食中毒はどうやって解除すればいいんだ。キノコ食ったり、灰か、灰や灰や灰や。木炭食ったら多分ね大丈夫なんですよ。これを食べる。ほら、消費度がちょっと減るんすけど、これ直ったんかな。いけー、プロや、プロの直し方や。よっしゃー、慣れてきたぜー。いやー、分かってきたぜ、分かってきたぜ。よしよしよし、こういうの気持ちいいな。こういうのめちゃくちゃ気持ちいいな。あのレンコンあかんねや。あれかな、なんかちょっと火入れたりとかそういうことをしなあかんのかもしれないですね。やばい、気を失うぞ。なるほどな、オッケーオッケー。押し出ましょう。快適な睡眠を。朝まで行きましょうか。バナナとかは干せへんのかな。干しバナナみたいな。コンバットモードでは眠れません。何を言ってんの。あ、音、はあ、やべ、赤。これコンバットモードな、今静かにしてたら。うわ、やべえ、気づかれた。うわ、めっちゃ怖っ。戦ってる時はコンバットモードない。うわ、いけた。いやいや、あかんて、あかんて。あかん、ちょっとほんま嫌や嫌や。うーわ、最悪やぞこれ。見とるね。うわー、
わー、来とるやん。いや、どうすんのこれ。いや、まず最悪や。ユミか。うらぁ、お、殺した。ローテン直撃セガサターン、よっしゃポケゴル、よっしゃ、やったやった、ジャガーをぶっ殺す、よし、いや、ちょ、嬉しい、嬉しすぎるわ。今のか、あのやり方ね、知らんけど、知らんけど、え、骨とかなんかいい、良さそうやけどね。ちょ、めっちゃ嬉しいやん。よし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 、肉をなんかめっちゃ取ったから、肉をまず補装、殺せんねや、頭に当たれ、一撃なんや。うわー、マジで弓矢作っといてよかったっすね。最高じゃない、ジャガーの肉を補装。ウズムシも食べるか。Disgusting. あ、ちょっと待って、汚れた手になってる。汚れた手になってる、やばい。寄生虫行ってもだな。寄生虫。寄生虫直すのどうやんねん。ちょっと待って。寄生虫は、はい、では無理か。寄生虫どうやんねん。ちょっと待って。食中毒にもなってるぞ。ん？これ、ん？いや、食中毒じゃない。これ、寄生虫どうやんねん。寄生虫。調べよう、調べよう。寄生虫はどれやねんだっけ。未知のキノコ、あれや。いつもここによく生えてるやつ。よく生えてるやつや。黄色の時あらへんねん、こういう時に。あ、寄生虫マイナスになった。おお、すげえ、最高じゃない。いいとこに実生えてたわ、ラッキー。寄生虫ゲット。この実とかもストックしときたいな。腐るんでしょうね、多分。15時間しか持たへん。保存しときたいな、これ、マジで。収集したらどうなるんやろ。未知の種？種？種？いや、種じゃない。来た！プランターや！プランターを作ればいいねや。よし。種を植えねや。じゃあ、栽培できんねやわ、多分。うわ、これ熱いな。これは熱いぞ。プランター。プランターどれでしたっけ？これや、プランターショー。え、めっちゃ熱いやん。あの木くれんねやん。これめちゃくちゃ熱いやん。よし、いたね、いたね。いたはどう、いたってどうやって取るんやろ。一個あるんすけどね、バックパックに空きがありません。そういや、そういや、板ってどうやって取ってたやろ、いつも。何を分解してゲットしてたやろ。俺、板のこと何も知らんわ。こんだけ一緒にいたのに。なんでなん。
リタのこと何にも知りません。骨の針みたいなの作れるかな。骨とこっち組み合わせとかダメか。ロープと骨。あ、ちょっと待てよ。ロープとさ、魚のお釣りのこれはダメか。でこ棒とかダメか。なんか良さそうやったけどね。灰とかも組み合わせたりできるかな。無理。キャンプファイヤーの灰は？あ、いけるわ。灰の包帯いいんでしょうね、多分。毒の解毒効果ありそうやね。骨絶対なんかええのに使えるような。このナイフだって骨で作ってるわけやから間違いなく使える。おっしゃ、タバコあったぞ。でもちょっと待って、後にしようか。ちょっと寝ないと。体力面がもう限界突破です。よし、いっす。いや、ジャガーはビビりましたね。ガチでビビりましたね、ジャガーは。バイタル確認、脂肪分がちょっと足りてない模様です。ジャガーからゲットしたものといえば、そんなに大したものはゲットはしていないのか。収納箱も作った方がいいな、多分。これね、ここに作ろう。邪魔やな。板がないからな。土のレンガが1。めっちゃ軽いんですよ、これ。めちゃめちゃ軽いから。こうね、いい感じ。よいしょ。あと板2枚。板2枚や。板欲しいぜ。未知の実を見つけたときはほじくって種を取るね。忘れないように。でタバコっぽいからこれは確実に確保したい。よし、タバコ。よいしょ。こっち側はあんまり食料ない感じなんよな。もっとバナナとかがいっぱいあんのはもうちょっと向こうサイドなのかな。あんま行きたくないんですよ。あんま行きたくなくて、変な方向に。
腹減ってしゃあないぜ。そう、食い物が厳しいな。なんか乾いてないですかね。未知の花は乾燥した。取るだけか。食べることはできんのか。乾燥した未知の花は一体何に使うんだ。これか。取るだけなんや。何やこれ。謎やな。骨をなんか製作収集もできるのか。何になる。あー骨の針きた。あー骨の針来ちゃったわ。そうか、骨の針欲しかったんすよ。魚の骨ではできなくて、ここに使うんですよ。そうなんや。大型の動物のってことなのか。あれ骨どこやった。落とした。そういうことなのか。あれもう一本骨。ちょ待って。さっき制作しようとして制作台に置いたまんまやね。あれどこやった。マジでなんだ。めっちゃ持ってるけど何に使うかが全くわからん。ようわからんすね。寝ますか。寝てばっかりやな。ほんまに寝てばっかりや。家ね、コンバットモードみたいになるから家の中にいたら安全っぽかったっすよね。やっぱそのために家を作っときたいっすよね。家の中まで入ってくるっていうことはない感じやったから。いやーマジで腹減ったな。くそー。さあどうしようか。いやここ骨もう一個来てーわー。くそ、さっきのどこ行ったんやろ。明るくなったら見つかるかもしれないので。いやこれ暗すぎて、なんか制作でもしますか。でもない。ほんまにどこ行ったんやろ。確かに日本あったんやけどな。あ、乾いた葉、制作する。乾いた葉と何かを混ぜたりできるんだろうか。よくわからんね。難しいね。この辺ばっかり行ってるけど、まあ安全やからね。安全やから行くのはいいとは思うんですが、比較的安全ですから。よし。あとちょっと分かったのは、ガオーみたいなことを声が聞こえてても、あのコンバットモードみたいなのになってなかったら、つまり変な音が鳴ってなかったら基本大丈夫ってこと。その襲われモードにはなってないってことですね。
よし、骨組み完成。これで、ちょっと草邪魔やな。草邪魔やな、これ。OK。あ、建設したものは繰り返し攻撃することで、壊すことができます。壊したらあかん。これで土壁、できるかな。いや、できひんすよ。やっぱり違うのか。壁の枠組みが必要です。なんか条件を満たしてないっぽいな。壁の枠組みってどれのこと言ってるんやろ。土の屋根は、あ、いけるんや。それはいけんねや。いけんねや。ここですよね。あれ、あれ持ってきてんのにな。いや、土のレンガやって、あんたが言うたから持ってきたんや。何やこれ。なんか位置関係がおかしい。オッケー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 。よしよしよし。こっちの方が多分より頑丈な家ってことになるんでしょうけど、なんで壁がつけられへんのかがちょっと気になるけど、こういう、これと同じかな。要はなんか位置関係の問題だけかもしれないですね、もしかしたら。ほな全然その家でもできたんちゃうのっていう話やけど。いっぱい作ってあるから作るのはね、結構簡単なんですよ、土のレンガは。泥を入れて、なんかキャンプファイヤーの灰を入れて、で雨を待って水を入れて攪拌するのみ。じゃあ焼いたりとかそんな何もしなくてもレンガになるね。だから運ぶのはかなりめんどくさいですね。腹が減った言うとるな。ちょっと食料を取りに行くのをやらんとあかんですね。おお、すごーい。いいやん。よし、ちょっとバナナスかなんか取りに行こう。ヘビもおったら仕留める。食べ物を求めていきましょう。オスバナナスかこれ。よしよしよし、バナナス。よしよしよし。いや、バナナでかいな。25はでかい。一気に回復しますもんね。あとは未知のナッツ的なものを取って、これは金梅女性がとりあえずいらん。なんかでも食べときゃ半分ぐらいは体力回復してりゃちょっと安心なんですけどね。何かことがあった時にいきなり苦しくなる体力ではやばい。やばい、アリ塚や、これ。アリ塚なんとかならんかな。松明とかでブワーッと燃やしてみたいなことですかね、可能性としては。食いもんねえなー。こういうなんか花がついてるようなところに実があったんですよ。こういう葉っぱやったと思うね。キュウリみたいな実がついてて、それがめちゃくちゃ体力回復したんですよ、一回。だからそれを次取ったらちょっと種取りたいっすよね。レアやと思う、あれは。ほんと初めて見たんで。よし、ありがとうございます。
もうなんか神様が落としてくれたかのように落ちる。ありがとうございます。寄生虫食らいました。ありがとうございます。寄生虫もありがとうございます。本当に貴重なタンパク源、炭を即食い、あ、違うわ、炭は食中毒か、寄生虫は違うのか。え、寄生虫はまた分からんようになった。どれや、タバコは解毒やろ、ユリ、ユリ包帯では分かんよな。ちょっと待って、寄生虫は違う、すぐ分からんようになるぞ。昼疲れてる、ちょっと、あーもう、いや、ここ疲れてるやん、疲れてるやん。OK。寄生虫は、天然の抗寄生虫物質を含む植物を摂取すると寄生虫を殺せる。なんかキノコとか食って結局いつも殺してるんですよね。あのミーとか、未知のミーとかをね。意外と対策してないというか、適当にキノコ食ったら治るっていう。ちっちゃいキノコ食ったら治んねん大概。そういう時ないからね。そういう時ないんだ。やばいやばいやばい、倒れてまう。この体力の減りがめっちゃ激しいんですよね、寄生虫状態の時。やばい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 、もう辛いな。うわうわうわ、暴れとる暴れとる。気絶するよりかは寝た方がいいから寝ましょう。よし、対寄生虫用のものを探します。いやもうちっちゃいキノコでいいんですよ多分。ちっちゃいキノコか、これ、ここの、これの実ですよね。この葉っぱの実。So hungry. いやーもうガチで食べ物との戦いやな。蛇怖い。よかった。よし、寄生虫 OK。 よーしよしよしよし、まあ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  OK OK。 鳥の羽やったらゲットできるけど、死体ばっか食べてんな。まあしょうがないな、これがでも生きる術かもしれません。ジャングルにおいては死体と、あとはたまに落ちるナッツを、目の前で落ちるナッツを、これ見よがしに落とされるナッツを食べる。でお肉は大事に乾燥させて、得たお肉は大事に乾燥させて、そういえば罠の箱何かかってたりする？あ、今これでセットしたのか。
あ、そういうことなのか。セットしなあかんのか。オッケーオッケー、セットしました。そんなんもわからんしね。いろいろちょっと教えてもらいつつ、ゲームに教えてもらいつつですよ、本当に。いやでもちょっと調べたいな。煮沸の仕方がまずどうしてもわからないのと、あれっすね、板のクラフト方法が制作とかでできんのかな。長い棒とかを制作でどうやって板って、なんか一回なんか切った時に至って取れたような気もせんでもないんですけど、どうやったかな。なんかあんまり記憶がないというか、丸太を例えば収集みたいなことしたら取れたりするのかもしれないんですけどね。わからんな。最悪や、これメリコンどうなの、これ食べられん。いやちょっと食料が厳しい、マジで。いや本当に動物殺して肉焼かないと無理かな。それはまあできるんでね、肉焼くこと自体はね、そんなに難しくはなかったんですけど、火起こしもまあできますんで、今のところは。棒から板を作るなんて、そんなプロみたいなことできひんよな。 DIY のプロやもんな、そんな。棒切れから板を作るというか、そんなことできるか。ちょっとやってみるか。切れから板を作る、奇跡のような棒2つとかで板になるみたいな。無理やろな。棒3つ、棒3つです。無理やな。当たらんぜ。そうそう当たらんのよ。おっとアラーム。もうどこ行った。どっか行きました。暗くて全然行動したくない。くそ、プランター作りてー。プランター作りたいっすね。あと壁も作りたい。未知の花、未知の花全くわからんね。色が塗られた岩を調べるっていうのも全くやる気あらへんの。全くもってやる気あらへん。どういうことやねん。いや、はめられへんっすよね。なんやろなぁ。あるっすけどね、めっちゃ。ぴったりやけどね。なんか条件的なものなんでしょうね、これ。斜めのところに立ててるからダメとか。ということなのかな。無理やね、入らんね、まあ、無理なもんは無理やねんね。例えば出入り口だったらどうでしょう。余ってるように見えるけどな。
これでもできたらいかついな、土の家。まあもうちょっとフラットなところに今度は建ててみようかな。建ててみるというか、そのきっと別拠点をまた作らないといけない時が来ると思うので、ここだけに帰ってきてみたいなことってしんどいと思うんですよね。とりあえずセーブしようか。はい、ということで、セーブして次回ここから行きます。ちょっと、今回の前の動画が、ちょっと消えてしまったのを本当に申し訳ないです。はい、ただ何も変わってなくて、生存は9日になりました。そんな感じです。